増えるのはここだっていうふうに思ったんで、まあ、杉浦さんから Facebook で誘いが来たんで、はい、参加っていうふうにして、はい、でそして、まあ、あの崎陽軒から広報の方とか、はい、横浜の方から編集長とかも来てるよっていうふうに言ったら、まあ、ビジネスの匂いがしたんでしょうね。俺も行くわっていうふうにすぐに来たんで、俺も行くわって言って、すぐ、杉浦さんから連絡が来たのが、楽しみにしてるよって来たんですよ。途中で行こうと思ったんですけど、楽しみにしてるよイコールネタはやめろって思いますからね。まあ、ちょっとまあ、軽く告知とも載せていいかみたいな感じのこと言われて、あ、じゃあもうゲスト扱いなんだなって思って来たら、そしたらまあ、きっちりとあの1200円取られました。あ、全然食べてないじゃないですか。この時間食べていい時間ですからね。はい、ぜひ食べてください。顔はちゃんと書いてある。載せられたいんでしょうね、綺麗にかけたら。はい、それで、はい、僕らはね、あの一応あの崎陽軒のね、あのゆかりがあるというと、もうずっとね崎陽軒の弁当食べてますけど、まあ、あのそうですよ、表彰証明写真あるじゃないですか、はい、僕ら都内のライブとかで、例えば芸人からのプレゼントを1000円まで、なんかお客さんにプレゼント用でクリスマスとかで、そういうイベントがあった時は必ず表彰証明写真をお客さんにサインしてあげてるっていうのをやってるんですよ。おー、勝手に何ですか。いや、自分で仕入れて、あ、自分で仕入れてますので、はい、あの、あれ中央配布のところのやつを買って、はい、で、ここにサイン書いてお客さんに渡すっていうのを、本当に言ってますよね。本当にあの飯食の場合の表彰勝利差しだけ感じがあるっていうことで、うまく話せば8掛けぐらいで仕入れられるんじゃないですか。8掛けぐらいで、まあそれはね、はい、ちょっと仕入れてもらいたいなと思ってるんですけどね、もう実写版ひよちゃんみたいな感じで、私はちょっと僕たち横浜横浜って名乗ってるのがありましてですよ、一応あの横浜にちなんだ一応ネタを持ってましてですね、はい、一応路上ライブとかでもやったりとかしてますの で, ですよ、ちょっとですね、今日はせっかくなんでちょっとね、そうそう、ちょっと本来ならですね、皆さん、まあ路上ライブとかだと、はい、皆さん横浜出身ですかとか聞いたりするんですけども、はい、聞かなくてもいいぐらいの、むしろなんかこっちが恐れ多いぐらいの方たちのばっかなんでね、めちゃくちゃ詳しい人たちばっかりですからね。さっきから聞いてましたよ、僕はずっと聞いてましたよ、僕らこんなに横浜詳しい人たちばっかりなんだと思ったの本当ですよ、すごいですね。まあ、じゃあちょっとネタの方を正太郎さんに見てもらえると思ったら嬉しいですよ、私はね、うん、昭和3年だから正太郎ですからね、忘れもしないですね、はい、じゃあそれではちょっとネタの方を見てもらいましょうか、はい、一番前の方のテンション、後ろの方もつないでもらってよろしいですか。そう、温度差が激しいですね。もしくは一番前の方が一番後ろに行くという方が違うかもしれないですね。彼が盛り上がる、そうするとね、なかなかね、うまいこといくっていう、はいはい、それではちょっとどう見てもらいましょうか。はい、そうしましょう。じゃあちょっと自慢になっちゃいますけどもね、ちょっと案内ということでね、マイク離してやりたいと思います。どうしました、急にマネージャーみたいなやつ。あ、音声しても違うし、ここでも拾えるなって思ったの。はいはいはい、誰かつまみ出してください。びっくりしたんだよ、すいません、はい、すいません、いいですか、こんなちょっと至近距離で、すいませんね、あの漫才ちょっと漫才でもやらせてください。どうもありがとうございます、横浜です。お呼びいただいて、ただいま横浜のご当地芸人としてます。そうなんですね、私は横浜市の磯奥出身で、ほら、僕は区長をやってましてね、もうざっとした嘘をつくのやめてもらいたいですけど、もうボケじゃなくて嘘ですけど、ね、あ、ここで笑わなきゃ笑うとこないし、まだまだありますけどもね、こう見ても僕横浜緑川ボート学校卒業ですからね。おありがとうございますね。そうなんですよ、退屈、いや退屈、ね、今はなき富岡高校、そうなんですよ、一応ゆずの後輩、あ、そうですね、確かゆずさんとかいたりとかしますからね、緑川からだと桂歌丸師匠、そうなんですよね、出身なんですよ、あれですよね、桂歌丸師匠の、うん、あの奥さんの藤子さんは元シウマイ娘ですから、お、知ってましたか、駅構内で売ってるんですよ、売ってる、シウマイ娘、シウマイ娘、あの赤い服着て、あの藤子、はい、さんというんですかね、販売員の方はシウマイ娘さんです、はい、でも当時アイドル並みの扱いを受けてたというシウマイ娘の方と結婚したのが桂歌丸師匠なんです。どうもありがとうございました。これで終われるか、まあ、我々、ね、横浜横浜として、まあ、横浜ご当地芸人としてやってる、一応やったらやらせて、まあ、一応都内とか出ると地方から来た人とかとね、はいはいはい、一緒に絡むことがあって、うん、まあ、横浜弁とかってあるのとか聞かれるんですよ。あ、そういうこと聞かれますか、やっぱり、ね、まあ、方言っていうんですかね、ちょっと、まあ、まあ、代表的なのがちゃんとか言います、何々ちゃんなんとかちゃんって、これね、横浜弁だって言われてます、まあ、今の人は特に言うんですね、まあ、ちゃんとかね、まあ、言いますね、はい、こちゅちゃん、うん、てめんちゃん、うん、そこでね、どうしよう、
払いじゃん。ツッコミよりも先に咳払いするのやめてもらっていいですか。こっちのセリフ言えなくなっちゃいますね。あとね、まあ、ジャンの他に何があるかなと思うと、はい、マリンタバーの時にね、よくマリンタバーって使う、はい、いや、それ聞いたことないですよ。いや、使うんですよ。マリンタバーの時、マリンタバーって言わないでしょ、ね、バサブロさんが全然笑ってないでしょ。バサブロさんだけ怒って漫才じゃない。マリンタバーの時にね、マリンタバーとか言うんですよ。まあ、今日はちょっと、はいはい、玉っ子の会話を使ってね、うん、横浜から引っ越す人とそれを止める人っていうのをやってみたいと思いますね。やってみたいと思いますってなんですか。おい、お前横浜から引っ越すって本当かよ。俺聞いたぞ。何か始まりましたね、これ完全にね。どういうことだよ、こんなに横浜素敵な街なのに。どういうことなんだよ。コントですかね、コント入ったんですかね、きっとね。黙って言えって何とか言えよ。あ、まさかの相手役が僕ということで、じゃあ張り切ってとりあえず相手役やりたいと思いますね。へっ、うるせえ、うるせえよ。一人でやるのね、先に止めなさいね。まだいたら俺はもう横浜から引っ越すって決めたんだよ。とりあえず見ましょうか。マリンタワー早速出ました。マリンタワー、マリンタワー出ましたけど、今そんなこと言われても困りのす。今困りますみたいに困りのすって言ってたけど、これもしかして横浜 F マリノスのこと。そうです。いや、これ横浜でじゃないですからね、さっきから言ってます。いやいや、みんないいんですよね、困りますのこと困りのすってね。いい、言わないでしょ、みんな。あの、途中で止めてやめてくれる。今一人二人。あ、そうか、またばっかりだ。あ、すいません、すいません。いつもお前は俺の話ずーらしやがって、お前。ずーらしやって言わなかったよ。ちょいちょい横浜用語が入ってくる。ちょっと入ってくるだけで。なんかルールが分かった気がする。おい、急すぎるだろ。まあね、急すぎる。お前の横浜愛はどこ行ったんだよ。なるほどね。じゃあ言わせてもらうぞ。なんだよ。俺は巨人ファンだ。まあ、たまにいるけど、そういう人ね。横浜大好きだけど巨人ファンだ。お前、違うんだよ。横浜 DeNA ベイスターズが何て言われてるか知ってるか。何て言われてるのよ。東海大相模の方が野球強いんじゃないかって言われてる。やめとけよ、お前。今一生懸命頑張ってんだよ、もう。やめんだよ、もう。え、だってお前の横浜はどこ行ったんだよ。横浜大好きな二人なんですね。もう俺だって横浜から引っ越すかどうか、どっちの方がいいか迷うんだよ。どっちがいいかみたいに中華街入ってましたけど。お前にはなんとなく話したかもしれないけどさ。なんとなくだよ、なんとなくだって横浜さんじゃないかもしれない。俺はいつか横浜という港町から世界という大海原に羽ばたいてみたいと思ってたんだよ。あ、なんかね、大きな夢があるんでしょ、彼にはね。俺はどこ行ってもお前のこと忘れない。もちろんこの横浜のこと忘れないから。あ、なんかちょっと感動的な話になってきましたね、これ。永遠って感動して泣いちゃってね。はい。永遠が入ってりゃいいみたいになってます。だいぶレベルの低いことをやってますけど。どんだけ出てくんだよ。ああ、はい。どう出てくんだよ。おい、約束だぞ。お前がどこ行っても俺らずっと元町だからな。友達だよ。友達以外の関係ねえだろ。サンキュー、ベイブリッジ。もうそれに関しては、ただ恥ずかしいだけだけど、それ。お前と最後に話せてよかった。よかったね。これで俺、心置きなく川崎に引っ越せる。隣町じゃねえか、行くとしても。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、こんな感じのことを、夜空に上がったりとか、初段に出しちゃって、まあ、横浜ご当地芸人、横浜ですね。ツイッターとかいろいろやってますんで、もしよければフォローとかしていただければ。いろんなところ、横浜市内だったら足を運びます。館内でもやってるよね、あの、ベイスターズ通りで。やっぱ、リセットカフェさんで。はい。リセットカフェってあるんですよ、あの、隣のベイスターズ。そうですね、ベイスターズ通りにある。カフェがありまして。あと、あの、横浜 3S っていう。3S ところで。ちょっと地下に入ったとか。ご当地アイドルと一緒にライブとかやったりとか、いろいろ。ご当地アイドルっていうのがいるんですよ。そうなんです。それと一緒にライブをやったりとかもしますね。はい。というわけでですね、もしよければ僕たちのことをね、はい、お知らせいただければと思います。以上、横浜川でした。アンコール。あのね、あの、僕はね、あの、ちょっとここしばらくすごいあの応援してるんですけど、あの、浅井企画って、まあ、結構ね、まあ、そういういわゆる芸能業界で有名なあの、あれの一つですけど、はいはい、まあ、そこにいるんですよ。浅井社長で横浜市金沢区の出身なんです。そうですね。住んでますか。ここだけの話ですけど、なんか担当してた人がすごい嫌なやつで、あの、もう、まあ、浅井企画やめようかって。本当にここだけの話ですよ。それはもう、本当ここだけなんですよ。一回の青年会議所さんからもらった仕事を蹴ったんですよ、うちのチームマネージャーが。横浜だから横浜のことをいろいろやりたいっていうふうに思っていて、はい、ね、いろいろこう頼まれたりするんだけど、はい、勝手に断られそうなんですよ、ね、横浜のイベントを蹴ったりしちゃうんで、揉めに行ったんですよね。